カー担当の野田翼です。今回は唐揚げを作っていこうと思います。わー、20歳になって料理が全然できないのはやばいということで、奈良の料理の中で一番美味しい唐揚げ焼き屋のレシピ、同じ味が作れるようになりたいなって思って、さっき聞いてきたんですよ、作り方。そしたら醤油チャパチャパ、酒チャパチャパ、胡椒そんなにかけなくていいっていうことだけ聞いてきたので、ちょっと作れるか不安なんですけど、やっていきたいと思います。肉を、何肉なんだ、もも肉3枚を一口大に切って、でかいジップロックに詰めろということだったので、一口大ってどのぐらい、これ一口大、もう一回切っとく、こんぐらい、ちっちゃくない、なんかでも、うわ肉詰めて、やば、肉詰めて、ちょっとこんな感じで全部肉を切っていきたいと思います。冷たい。唐揚げとか作ったことないけど、お店のやつよりうちのやつの方が美味しいんですよね。お母さんと作るやつとおばあちゃんの作る唐揚げの味が全く一緒だから、なんだろう、代々受け継がれてるレシピなんだろうなって感じなんですけど、指痛い、よいしょ。皮はさ、つけっぱなしでいいのかな、まあ、いっか、美味しいよね多分、知らんけど。こんぐらい？もう一回切っとく？こんぐらい？うわ、皮取れちゃった。まあ、いっか。でも分からん。一口大が分からん。こんぐらい？もう一回切っとくか。オッケー。ジップロックどこ？本当に危ないからさ、どっか行ってよ、その足元にうろちょろされても困るけど、食べるもんなんもつけこんけど、とりあえず今日は肉、唐揚げになる予定の肉たちをジップロックに入れていきます。これは何、何これ、シートは食べられません、食べられねえんだ、なにこれ、保冷剤、どういう状態それ、こう、こういうこと、ちょっと肉の正しい切り方がわからんけど、切れない、切れない、皮、どうやって切ってんのこれ、マジハサミで切った方が早い、もしかして、わからない、皮わからん、切っちゃえばいいかな、
登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。